はい、本日は、令和3年の11月15日月曜日、ただいまの時刻は19時57分でございます。本日で、拉致問題が、なんと44年目を迎えることになってしまいました。問題解決ができないまま、時が過ぎていってしまっていて、同じ、日本国民として、本当に強く憤りを感じている感じております。2016年に北朝鮮の特別調査委員会が一方的にですね、解体宣言をし、そしてその年にですね、核弾道ミサイルの実験が行われて、本当にね、許される行為ではないんですけども、それからですね、もう全く問題の進展ができないような状況になっているというところだと思っております。そして、その2年後ですね、2018年にですね、トランプ大統領が、北朝鮮を訪れた時に、日本のこの拉致問題に対して、問題提起をしてくださってはいるんですけども、その前の年ですね、2017年、にはですね、もう北朝鮮のですね、この核ミサイルの、実験で、日本の上空を越えていくというようなことも、やられてしまいました。そういうことをやられてしまいました。本当そういうね、一つ一つのことはありますけども、本当にこの拉致被害者のご家族の方々の思いを考えると、もう想像もできないような、もう深く辛い悲しみ、もうそういった、もう本当に味を感じることすらもないような、光を感じるようなことすらもないような、そんな辛い人生を送られているんじゃないかなというふうに思っております。そして、バイデン政権にですね、移行してから、もうバイデン大統領がですね、北朝鮮に、日本のこの拉致問題を問題提起してくださるっていうことは今のところ行われておりませんので、やはりですね、このままアメリカ頼りでこの拉致問題の解決を行うというのが非常に困難な状況なのではないかなというふうに思っております。ですので、やはりこの自分たちの国がですね、この拉致問題の解決に向けて強く意思表示を示していくっていうことがまず何よりも絶対条件だなというふうに私は思っております。未だにですね、もう制裁を、北朝鮮に対する制裁を解除したっていう理由もよくわからないですし、拉致問題の解決が行われたのであれば、そういう検討に入ってもいいのかもしれませんけども、その解除をですね、制裁解除が行われてからですね、核弾道ミサイルの実験が2回、2年連続行われてるとか、本当にもうきっちりやられてるなというふうに思っておりまして、もう何が何でもですね、そういった行為は許される行為ではないというふうに思っております。ですので、そういうことを、されないような、まず国にしていってですね、拉致被害者の方々のご家族の思いを大切にしていく必要があるのではないかというふうに私は思います。そして、こちらの方にね、記載させていただいているんですが、まず一刻も早く核の保有というところでございます。この拉致問題で、自国のですね、軍事の強化、そして法の改正、法律の改正、憲法の改正、こういったものが、行う必要があるのか、そういったやっぱり議論があると思うんですけども、私はこの拉致問題解決に向けて、絶対条件だなというふうに私は思っております。何よりも自分たちの国がこの拉致問題、拉致をされてですね、もう徹底抗戦で、自分たちの国はもう今後こういうふうに、軍事強化をもう限りなく行っていきますというふうに、もう圧力をかけていく必要があると思うんですね。果たして、唯一の日本は被爆国として、非核三原則などがありますけども、果たして今現在日本が、核を保有してたとするなら、2016年2017年の核弾道ミサイルの実験っていうのは果たして行われたのかなというふうにものすごくやっぱり疑問を持ちますし、例えばそれをしてでも、核実験を行って日本の上空を越えていくようなですね、そういうことをやるということであればですね、もうこれはもう確実にですね、和解するという道っていうのはですね、協議を通して和解していくっていうのは非常にもう困難な
ことだなということがですね、もう世界中に伝わるというところでございます。まずですね、まあ、そういったところで、まあ、私はですね、ちょっと、まあ、バーッと書いてるんですが、まずこちらですね、自衛隊から、まあ、やっぱり軍隊にもう切り替えていく必要が、切り替えるというか、もう変えてしまうと、まあ、憲法の改正を行う必要があるというふうに私は思っておりますし、もうそこに関してはもう避けて通れない、部分が出てくるなというふうに思います。そしてまあね、この自衛隊から軍隊にってなるところで、まあね、ちょっと名前を出して申し訳ないんですけども、日本共産党とかはですね、もう自衛隊はこの国に必要ないとかですね、まあ、例えば憲法の改正に関してももちろん反対しますし、そして何よりも、この特定失踪者の、この事件に関しては、当初、そういった問題はないっていうふうに言っててですね、で、まあ北朝鮮が拉致があったっていうことを認めてから、まあ、そういった事実はありましたっていうようなですね、もう全くいきなりコロッという発言を変えるというようなですね、もうはっきり言ってこの国にはもう必要のない、政党だなと私は思っております。まあ、自衛隊というのはですね、私たち、お国を守ってくださっている方々ですし、まあ、災害が起きた時にはその最前線に行って国民の生命を守ってくださる人たちです。海外でもですね、国際問題が起きた時にはですね、そこに、派遣をされてですね、その国の方々を守って、いらっしゃる方々ですので、やはりもう自分たちがですね、まあ日本にいる限りはですね、もうこの自衛隊の人たちにはものすごく感謝をしなければ本来いけないはずですから、まあこういうね、自衛隊が必要ないとかっていう政党はもうね、早急にまあこの国から出て行っていただくと。いうことが一番、まあ、それが一番いいんじゃないかなというふうに私は思っております。まあ、そしてですね、こちら、拉致問題解決に向けて、国際裁判所に、提訴することを諦めないっていうことなんですね。まあ、拉致被害者の方々がですね、国際裁判所に、まあ、この拉致問題の裁判をですね、提訴したときに、まあ、国際裁判所は結局それを受理しなかったんですが、様々な理由で受理はしなかったんですけども、まあ、決してですね、もう絶対にこの裁判はしませんよっていうことを言ったわけではなく、まあ、ある程度ですね、まあ、裁判する可能性もあるっていう部分もですね、設けた、まあ、回答を国際裁判所は出してますので、何よりも、やはり、もうこの問題解決に向けて、日本は絶対に諦めないんだと。もう何が何でも、拉致被害者の方々を、日本に帰還させると、奪還するんだという、日本国家の強い意志を、やっぱり国際社会に示していくっていうことが、絶対条件だと思うんです。そのための覚悟としてでも、この、もう核の保有が絶対に私は必要だなと思っております。まあもちろんね、そこから、まあエネルギー、じゃあそのエネルギーの供給どうするんだとかね、まあじゃあ原発なのか、まあいろんなね、まあ話には、まあ、なってきますけど、ちょっと今回はそこは置いといて、まあ原発がいいと思うんですよ。私は原発がいいと思うんですが、まあ置いておきまして、まあそういったことについて、まあしっかりとですね、まあ国連を絡めてですね、国連を絡めて、国連にも圧力をかけていくと、この拉致問題をしっかりと国連で取り扱ってくれと。何が何でも日本はこの拉致被害者の方々を、もう救出するんだと。いうことをですね、国連にもしっかり圧力をかけていって、もう国際問題にしていくということが絶対条件だなというふうに私は思っておりますので、もう本当にね、文句になってしまって申し訳ないんですけども、本当にね、このもう44年間、もうという、もうあまりにも長い時間が経っています。日本政府が行ったことっていうのは、非常に対応として、遅い、そして、弱い、対応だったんじゃないかなというふうに思っております。そういった結果が、もうね、未だに、まあ、この問題を解決できない、そして44年間もずっと引き続け、被害者の方々を未だに苦しみ続けているというような現状になってしまっているというふうに私は思います。ですので、まあ、本当にね、まあ、一日本人として、まあ、本当にこの問題を絶対に諦めることなく進めるためにはですね、まあ、日本政府が、しっかりと、まあ、特にですね、もう今の自民党ですよね、もうそこしか今現在この拉致問題解決に向けてできるところが今ないじゃないですか。もう公明党とかもですね、まあこういったことについては、まあ、非常にもう弱い姿勢を示してますし、まあこういったことに関してね、まあ世界の平和を願うとかっていうことを言ってるところもある、まあ
公明党としてのやっぱりマニフェストっていうのがあるんで、やっぱりそういったものはこういった考え方にはやっぱり相反する部分があると思うんですね。そういった政党が現在自民と連立政権を組んで、日本の政権与党を握ってるっていうことを考えただけで、もうほんまにもうこのままじゃあかんというふうに私は強い危機感を持ってます。ですので、本当にね、自民党の方々には、もう本当に強い意志をですね、もう何が何でも示していただきたいなというふうに、もうお願い申し上げます。そして、もちろんね、カジノの解禁っていうところを書かせていただいているんですけども、現在ね、このパチンコが、まあ日本のね、公共的なギャンブルになってしまっていますが、パチンコだけじゃないですけどね、もちろん競馬とかもありますけども、競馬とかはやっぱり自分たちの国で行う公営なものなので、自分たちのね地方自治体とかが潤うそういったものの財源になってますけども、パチンコは韓国に行ってしまいますよね。パチンコ屋さんが収益を上げるとそのお金が韓国に行ってしまう。でその韓国はもう北朝鮮と今もうとにかく仲良くしたいわけですよね。なので、もうとにかく北朝鮮とのですね、もう38度線、の問題を解決したいというふうに、もう北朝鮮は強い意思表、北朝鮮に対して示してます。そういったところに、資金の提供を未だに、現在行っている。しかもそういう、このね、パチンコに行かれる方で、ね、たくさんいろんな方もちろんいるんですけども、生活保護を受給されていらっしゃる方も、パチンコに行かれる方が多いっていう問題がやっぱあります。で、このね、もちろん、生活保護っていうのはね、日本が、持ってる、もう世界に誇れる素晴らしい、もう制度でございます。生活保護がない国になると、もう飯が食えないってなると、もう犯罪を犯すとか、もう悪いことをして生きていくっていうことしかないですから、もうめちゃくちゃな状態になるわけですよね。まあそれはもう特にアメリカのもう移民問題など見ててもよくわかると思うんですけども、まあそういったところもあって、やはりしっかりと自分たちの国が、自分たちの国で行うことで、しっかりと自分たちの国にキックバックするものをですね、政府も進めていくことが必要じゃないのかなというふうに思いますので、私はもうこういう北朝鮮にもうなんかすり寄ろうとしている韓国に資金が提供されるようなもう仕組みももうぶっ壊してほしいというふうに私は思っております。私は個人的に思っております。まあもちろんですけども、この拉致問題になるときにですね、北朝鮮の工作員が日本に来てて、この拉致をですね、もう誘導して、扇動してですね、拉致したわけですよね。ですので、やはりそういうスパイ、工作に対する、もうスパイ防止法ですね、もうか、海外とかでスパイ防止法制定されている国に関して、スパイだって分かった時点で、逮捕された時点で、もう死刑とか、無期懲役とか、もうそれぐらいですね、もう極刑を、もう、刑罰として、もう、そういう法律を制定していますので、日本でももちろんですけども、もうスパイ防止法の制定が何よりも必要だなと。それだけじゃない問題たくさんあります。日本の半導体の技術が、韓国とか、中国にどんどん盗まれていっているとか、まあ、そういった問題もありますが、まずこのやっぱり拉致問題で、やっぱり北朝鮮の工作員が拉致をですね、もう手引きしたということはもう明らかですので、恵みへの誓いというですね、拉致問題をもうテーマにした映画などでもですね、もうそういったのがもう鮮明に、もう実写化されてますので、やっぱそういったことを考えても、スパイ防止法の制定はもう絶対必要だなというふうに私は思っております。そして、山口県にあるですね、自衛隊の基地に、宇宙のですね、宇宙軍の、そういった部隊をですね、山口の基地の方にも新しく作るということが本日のニュースで上がってたと思うんですけども、しっかりとこの宇宙軍の増強というのをですね、もうとにかく行っていく必要があると、もうとにかくもう軍事強化が必要だと思います。それをもってしてやっぱりこの、国際問題にどんどん大きくしていってですね、日本がこの拉致問題の、もうとにかく問題の解決は絶対にするんだっていうことをですね、もう強く、もうとにかくスピーディーに、もう世界にですね、示していって、北朝鮮に対するもちろん、経済制裁っていうか、そういった、制裁もですね、解除なんていうことはもうありえないですよね。もうどんどん強化していってほしいなというふうに思います。
それでこそ、この日米のですね、安全保障とかそういったところにも、いろいろ生きてくる部分が出てくると思いますので、まず何よりも自分たちの国が、この拉致問題を何が何でも解決するんだという意思をですね、もうとにかく示していただきたいと。本当に今現在のですね、この日本の政府の、本当にね、自民党の皆様には心よりもうお願い申し上げますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、本日の動画は、以上となります。本当に勉強不足で、乏しい知識で、申し訳ございません。ということでですね、本日は、以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、東京都葛飾区より NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。